こんにちは、ノアです。本日は最近購入したものを紹介していきたいと思います。こっちから行きましょう。まず私、もう皆さんお分かりですよね。これ星の物語、こういう切手が郵便局に売ってるので、私星座の切手集めるのが大好きで、で送られてくる時も嬉しいし、送った相手も喜んでくれるしっていうので結構買うんですよね。でも送る相手が最近いない、なので無理やり文通相手募集で、いろんな星座があるんですよね。今回、前はなんて言うんだろう、12星座だったんですけど、12星座以外の他の星座もあってちょっと嬉しいなと思います。次が、これはついこの間ですね、文房具屋さんでなんと狼のシール見つけたんですよ。狼って好きなんですよね。これは後でちょっとなんかデコール材料にしていきたいと思います。でこれは B サイドさんとは全く関係のないメーカーのものなので、UV のコーティングもされてないし、この上から多分レジンとか流したらダーッと染み込んでいっちゃうタイプのものだと思います。なのでデコポーチさんにまたお願いしようと思います。順番に行きましょう。これかわいいでしょ。これこの間なんかフリーマーケットみたいなところで見つけたトンボ玉なんですね。私こういうトンボ玉も大好きなんですが、トンボ玉って実は高いんですよね。自分でも作ったことあるんですけど、体験とかで。お話によると、なんか60代とかのおじいちゃんが家で機材を揃えて台所でひっそり作ってるんですって。で活動限界が3時間で、3時間以上こういう作業してるともう手が震えてくるとか言ってました。もうだからすごい一生懸命作ってらして、お話聞いててわーすごいと思ったのと、綺麗だなと思ったのと、あと今これ何色に見えます？皆さん、これ薄青く見えませんか？でもこれ日の光に当たると赤紫に変わるんですよ。人工石のキュービックジルコニアみたいのがあるんですけど、それと同じ効果のあるものだと聞いて、私そういう指輪1個持ってるんですけど、もうそれ聞いて一目惚れで買っちゃいました。というかおねだりしちゃいました、一緒にいた父に。はい、これを作るのってすごいなと思って。私の場合レジンじゃないですか。レジンとトンボ玉とかガラスって真逆で、レジンは固める方でも、ガラスは溶かす、しかも高温で、だからもう全然違うものなんですよね。こうやってどうやって花入れてんのとかすっごい思ったり、いや一枚一枚花びら使ってこうやってやってるんだよとか言うけど、そんな簡単に言えるもんとか思って、もうこれはもう宝物です。そしてまずこれ気になる方、これは A4 サイズのクリアファイルです。新作ですね。もういろんな子がいるんですよ。これ一枚眺めてるだけで幸せみたいな。で実は私このキリン好きなんですよ。でキリンなぜか反転してるんですよね、シールと。でこれ堂々通りでしょ、堂々としてろとかっていう言葉が書いてあったりして、このシリーズはすごく好きですね。こういう風に出てくれてちょっと嬉しかったです。でも何に使おう、クリアファイル、クリアファイル大好きだから集めてるんですけど、コレクション的な感じで使うところがない。サイドレーベルで購入したもの、まずですね、前々から欲しいなと思ってたこのキツネさん、キツネの女の子ですね。これを今度色変えしてもらおうかなとちょっと企んでます。今コラボってる
あの阪神タイガースとコラボをしてるらしくって、アリスちゃんだけ私はこう、ね、このやっぱね瓶詰めアリスは可愛い、これあかんやつやのやつなんですよ。でも沖縄のやつになるとなんくるないさーになるんですよね。ある人がツイッターでなんかこれをついで載せてたんですよ。こっちにいる子が悪魔の羽してて、あ、悪魔だったんですね。こっちは天使で、え、そんなのあるのと思って聞いてみたら、実はこっちにいる子はハロウィン時期にしかいない子なんですって言われて、じゃあ半年後のハロウィンまでこの子にはちょっとうちに滞在してもらって来ていただこうかと、お迎えしようかと思っています。これがなんか今まで見たことないなと思って、そしたらあの仙台のご当地のステッカーでした。ステンドグラス前に集合、そんなのあんのって思って、え、仙台ってステンドグラス有名なの、私が無知なだけ。可愛かったので購入しました。もうすぐ終わってしまうアリスイベントの、やっぱりチェシャ猫が気になってニヤニヤしてます。チェシャ猫は結構好きなんですよね、なんでかわかんないけど。これが原宿限定の青い子ですね。これは服がこれ紫のもあったんですが、友達と紫と青でお揃いにして購入しました。いよいよです、この2枚。こっちは連れがこういうのを作るとね、どっかで見たことある人はあると思う、薬売りさんに似せて大麻滅、私が奪い取りました。もう一つがこれちっちゃいシールなんですが、前々からすごい大事に持ってて、褒められたいっていうシールなんですけど、やっぱり頑張ったから誰かに褒めてほしい時ってあるじゃないですか。だからずっと大事に持ってて、でも貼れなくって、そしてある日10ポイント貯まりました。だから色を変えてもらいました。これです。友達ともこう共有したかったので、自分でこうマジックハンド使ってなでなでってしてるんですけど、たくさん泣いたご褒美だよっていう言葉を入れさせていただきました。たくさん泣いたご褒美だよ。だってみんな辛い目には絶対合ってるじゃないですか。泣くっていうのはそれほどエネルギーを消費するし、心を動かされることだし、そのご褒美があってもいいじゃないですか。だから私はこの動画を見てる皆さんにもなでなでしてあげるよ、たくさん泣いたご褒美ねって思ってます。これ初お披露目かもしれないんですが、これ便利なんですよ。例えば B サイドレーベルさんに、私こんなスマホケース作りましたって持ってくときにこの中入れて持ってくと潰れないし保護になるしっていうので結構重宝してます。なぜかでもデコは一切してないんですよ。これもっとでっかいんですが、一部切り取ってご紹介します。和紙です。その緑と黄色のやつと紫とピンクっぽいやつですね。で水色とピンクと紫、これがピンクと薄紫、これが青ですね。この5色を見切り品というか廃盤品らしくて、すごい安く手に入れたので、これはデコにちょっと使っていこうと思います。そして私の大好きなマスキングテープシリーズ、これだけ。まず桜の花びら、青いバラシリーズ、赤いバラシリーズで、アネモネ、これがパンジー。もうなんかコレクションになっちゃってきてますね。で、1枚ずつめくれるマスキングテープの、これは、青い花びらです。こっちはピンクの花びらです。これまた桜と違っていい感じかなと思って。で、せっかくなので、ちょっとこれに貼っていきたいと思います。
これ全色を全部集めたくなってきますね、こういうの。誰が考えるんだろう、天才少年のって思っちゃうんですよね。ちょっと暖かくなってきたので、水色の方から得ていきたいと思います。これ5枚貼る時のコツは、まず山を作ること。下が2枚だから上が3枚で、少しこう斜めの山を作るっていうイメージをするで貼ると5枚うまくいきます。なんかよく5枚貼るの難しいっていう方がいらっしゃるので、ちょっとバランスを見て、こういう感じです。赤いのも貼っていきましょう。やっぱり一枚一枚形違いますね。だからもしこだわる方は、花びらの形が揃っているものを5枚とか4枚とか使った方が、かわいい。せっかくなのでちょっとこの辺にしようかな。ほい、ではちょっとこういう風にしてみます。なんかこれだけでも可愛い。で、マスキングテープをただ貼っただけだと剥がれてくるので、これが剥がれてきたらまた違うデコレーションしていこうかな。これをこれで可愛いと思う。すごく。マステだったら剥がせるしね。ちょっとチャレンジします。この鼻の中を。狼超かっこいい。あ、これちゃんとしっかりしてる。で、こういう感じにしたら、鼻からちょっとこっちどうだいみたいな。ちょっとおかしなことになってるかな。顔だけ。でもめっちゃ怒ってる顔、こうやって。あ、やばい。これ剥がれる、ほら、すぐ。マスキングテープの上にこれを貼るのをおすすめしないですね。うん、可愛くできた。はい、では、最近買ったもので、ちょっとデコって遊んでみたでした。B サイドレーベルさんでは、10ポイントを貯めると、こういう風に、色替えをしてくれたりとか、あと、そのショップ限定のものとか、あと、その時のシーズンでやってるコラボレーション的なものとか、あとご当地のもの、あとシーズンによってこういったイベント、これはアリスイベントですねっていうのをやってるので、もしよかったら B サイドレベル、見てみると面白いと思います。私はシールが大好きなので。もうこれ何回目でしょうね、この B サイドのことを言うの。回しもんじゃないかなって思われそうで怖いです。でも違います。むしろ私は電話して問い合わせる方です。これできないですか、あれできないですかっていう、すっごい迷惑な客です。はい、すみません。宝物たちと一緒に今日は終わりたいと思います。特にお気に入りなのがこれ。あー、可愛くて貼れない。これ大きくしてきます。今度大きくしたらまたご報告します。ではまたねー。